おはようナボコフ、神竜のところいたでしょ。神竜のところ見てたでしょ、うん、あれ神竜古いリスナーさんなんですよ。おはよう、パルパルポロポロ、おはよう。ビリヤード好きなの？おはよう。私は今日からいい人だった。うん、あの温厚なおっちゃんだね。温厚なおっちゃん、古い和道リスナーですよ。もうニコ生時代からのずっと見てくれてるね。ええー、よ、めっちゃエコーだよ、めっちゃエコー。今会員登録数どれくらいなんだろうな、ふわっちって。どれくらいいってるんだろう、結構気になるよな。いやー今日から仕事か。1週間ぶり、2週間ぶりだな。1、2週間ぶりか。オグリンしたから俺も仕事。うん、俺は時間短いからさ、まだ出勤じゃないけど、仕事仕事。早く配信でね、がっつり稼げるようになりてえな。配信だけでやってけたらね、相当いいよね、やっぱ。頑張ります。おはようございます。皆さんおはよう、朝です。おはよう、みんな。なんかあれだね、今年の冬12月1月かも、1月あんま寒くないね。サイトにある和道塾って、あああのなんか勉強会を開きたいなと思ってて、うん、なんかその限定するとあれなんだけど、なんかこう勉強会みたいなことはやりたいなっていうのは前からあって、例えば今で言ったらその生主勉強会みたいな、なんか月に1回生主たちに集まって、なんかこう今後こういう風にみんなで仕掛けてこうよみたいな。与沢塾全然違う、俺与沢翼大嫌いだもん、うん、嫌いだもん。あの勉強から金取るのは絶対ないと思ってるから。吉田松陰も言ってて、あの俺の好きな小室直樹さんも全く同じこと言ってんだけど、学問から金を取るっていうのは詐欺だからね。学問は無料でなければいけないっていう考え方を俺は小室直樹先生から学んでるから。今の学校とかビジネスだよね。だからその受験にお金がかかるっていうのがよくわかんないよね、うん、だってさ、受かるかどうかわかんないのに、なんでそこ、まあ100歩譲ってさ、その学校通うのにお金かかるのはまだわかるの、まだわかる、うん、その施設の維持であったりなんだかんだ。でも無料でもそうだよね、無料でやるべきっていうか国が負担すべきだと思うけど、俺は大学まで国が負担してもいいと思う。ラオおはよう、コリンセおはよう。なんかノンタンに脇がって言われたのは結構地味に聞いてんだよな。
朝早いね、みんなね。早っ。あ、まだ福袋ってまだ販売してるんだ。あ、福袋、ニューイヤー花火、ハート花火、花火、ハートで。あ、福袋。うん、ロンタリさん顔やばい。うん、あれはちょっと殴られすぎだよね。まあ、本人があんま答えてなかったからよかったけど、なんか本人が嫌で嫌でしょうがないんだったらちょっと誰か助けないとダメでしょうとは思ったけど、まあ、本人が結構割り切ってて、うん、本とかも無料になったら賢くなる。あ、俺は本はね、販売でいいと思ってる。本は金出さないとダメだから図書館があるわけだから。あのね、図書館利用しないじゃん、無料だけど。だからね、本が無料になったら賢くなるっていうのは嘘だよ、うん、あの情報格差とか言われてるけど、あれ完全にその読める人と読めない人がいるだけだから。要は識字率っていうの、その文字が読めるかどうかじゃないんだよ。そうじゃなくて、あの、なんつうのかな、その知的な IQ に合ってるかどうかなんだよね。ロンタリは顔かわいそうだったな、あれ。あれ飲んだんだ。おはよう。おはよう、飲んだ。おはよう。飲んだ、飲んだ、どこをぶっ刺すの？どこをぶっ刺すの？何でどこをぶっ刺すの？竹串で。どこ？竹串で。おはよう、のった。今日俺仕事だよ。家にいないよ。おお、ありがとう。ありがとう。いや、超嬉しい。いいの？ありがとう。ん？これ、しかもコーヒーじゃないよ。これ食べな。いいよ、コーヒー自分で買ってきたんですよ。飲みなよ。自分でいいよ。これいらないよ。飲めた。じゃあコーヒーもらうよ。なんでこれビシャビシャじゃん。すげえな。ホットコーヒー。おお、そうなんだ。ブラックでいいや。のんたんがコーヒーくれた。めっちゃこぼれてる。いただきます。おー、たっぷり入ってんな。ブラックって今マックこんなでかいんだ。昔もっと小さいスモールカップみたいな感じだったけど、 M 買った。うまいな、コーヒー最高。朝はコーヒーだな。昔さ、豆をひいてたんだよ。ゴリ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 ひいてさ、水出しアイスコーヒーとか作ってたんだけどね、なかなかね、めんどくさくなってやらなくなっちゃったけど、うまいよね。サイトになる宇宙を旅するって冗談。俺は全然冗談なんて一つもないね。
宇宙を旅したいと思ってて、多分60とか70になったらいけんじゃいいのかなと思ってて、だって火星移住計画とかあるぐらいだからさ。不可能なんてないんだよ。自分もマックのコーヒー好きでブラック派です。ショートなどをします。あー、ラオさん、どうもどうも、また来てください、ありがとう。そうだよな、仕事だよな、みんなな、みんな仕事だよ。ロールスロイスのゴーストのオーナーになるっていうのは嘘ですよね。嘘なんてないって、だからめんどくせえな。目標は目標だよ。でも結構昔から言ってるけどな、俺ロールスロイスゴーストは。ロールスロイスのゴースト好きなんだよ。でもそんな高くねえじゃん。4000万ぐらいじゃなかったっけあれ。そう、全然いけると思ってるけど。おはよう、カエルくん。おはよう。あ、どうもどうも。ユキトさんいらっしゃい。楽しんでてください。ロールスロイスかっこよすぎる。かっこいいよね、ロールスロイス。車で一番高いのロールスロイスなの？いや、いっぱいあるでしょ。フェラーリとかさ。うん。なんだっけな、マイバッハもかっこいいなと思うけど。俺、マイバッハか、ロールスロイスは、ファントムとゴーストっていうのがあるんだけど。俺はゴーストが結構好きで、小ぶりなんだよね。おはよう、まゆゆちょ。おはようございます。高い車は全然あるよ、やっぱり。夜沢みたいになる。ならないって。別に夜沢翼嫌いじゃないけど、やってることはかっこ悪いと思ってるから俺は。うん、ああ、そうなんだ。俺でも別に車詳しいわけじゃないよ、全然。じゃあね、海外のセレブみたいに乗り回したいんだよ。あいつらさ、かっこいいんだよ。ロールスロイスとかって、やっぱ社長とか乗る車とか、後部座席をすごいソファーとかよくしてんのよ。後ろに乗る車じゃん、運転手つけて。それを海外のセレブだってさ、ジーパンに白い T シャツに無地の。で、青いジーパン普通の。
505とか着て、でサンダルとサングラスとかでこうやって乗るんだよね。それがかっこいいよね。なんかああいうノリで俺はやりたいの。そう、うわーふざけてるなっていう、わかる？ノリ。そう、気取って乗りたいんじゃなくて、スーツとかビシッとして運転手つけてんじゃなくて、その冷やかしでやりたいのよ。冷やかしで世間に対するアンチテーゼの、俺自由にやってるけど稼いでるよみたいな。それがかっこいいじゃん。わかるでしょ。あ、俺って全然稼いでるけどみたいな。服とかあんま興味ないんだよねみたいな。おはよう、使っちゃう。おはようございます。ガチのやつ。何ガチのやつ。トマベチヒデトってだって大金持ちだよ。なんかトマベチヒデトって一代で財を成したわけじゃないからね。あの家系超やばい財閥だからね。誤解してる人多いけど、トマベチヒデトもビジネスの才能あると思うけど、何がすごいって、あの人、あの家柄がすごいんだよ。超お坊ちゃまだよ。度がつくほどお坊ちゃまだよ。本物の日本の経済中枢で回してるような人たちの家系だよ。いや、トマベチ家全然レベルが違うよ。あ、だから島津家の本家とかそういうレベルだろうね。うん、その本ちゃんの本家の方は。トマベチ家はだってな、北海道かなんかの名門じゃなかったっけ、トマベチ家って。昨日飲みに行って帰ってきたら朝の5時頃だったから和道さん見れなかった。俺朝の5時ぐらいやってたっけな。そんな大した枠やってないよ。そんな面白い枠じゃなかった。山田とか田中とか凡人だけど、島津とかトマベチの方が名前で凄さがわかる。名前で凄さっつっても、だから俺がよく言ってんのが、島津家は名門かもしれないけど生ポが出るよっていう皮肉を言ってるわけじゃん。要はもう本当になんつうの、面汚しなわけよ。だから俺が言いたいのは、名前じゃないよっていうことを言ってんだよ。名前じゃないよって。結局頑張ってるやつは結果が出る時代だよ。怠けてたら家柄が良くても、だって江戸時代とかそんなことないわけじゃん。一生ボンクラで過ごせるわけじゃん。世な世な世が世ならね、部下もいただろうし、石高土地を持ってたんだろうね。で農民にこう、おいっつって年貢あげるぞこの野郎って、おいおい取れ高悪いじゃねえかよ、おいつってガチャガチャにしてやるぞつってな、あできたわけよ。それ今通用しないの。でも武士とかかね、憧れるよな、やっぱ侍とかね。いや、そういうことでしょ。殿って、殿ってそういうことだと思うよ。なーに、おー、いやつってもさ、いやだからお前らの働きが悪いわけだろ。あ、いやだってお前、お前向こうのよ、お前大名とかよ、お前めっちゃ稼いでるよ、おいおめえら働けよバカが。お、メモライいらっしゃい、花火ありがとうございます。まゆゆっちょさんから花火いただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。腹立つよな、この言い方。ありがとうございます。あゆちゃん、ありがとね。仕事前に筋トレします。1回、2回、苦しいじゃないよ。3回、あの草が開いてるの。4回、5回、だから北海道じゃない。6回。どうも、だから北海道じゃない。苦しいっていうのは泊まって、本当はトマベチヒデトのトマって特殊な字で草冠が真ん中開いてるんだよ。まゆっちょさん、ありがとう。あ、ありがとうございます。つかつさん、マロングラッセのりこの T シャツありがとうございます。マロングラッセのりこの売り上げはあのスキヤの牛丼代にのんちゃんが牛丼食べれるようになるんで、僕が責任を持ってのんちゃんを食わせていきます。和道 T シャツお買い上げありがとうございます。嬉しいよね。トマトマイエイって歌あった？ないと思うよ。楽しみにしてる。あれ結構ね、あそこのメーカーあのプリントいいよ、うん、そんなに生地も悪くないし、パーカーも良かったよ。リスナーさんがあのオフ会に来てきてくれたけど、なんか布にこうジェットプリントでね、細かくなんか貼ってるプリントあるじゃん、アイロンでかけるみたいな、プレスして、ああいうタイプのプリントじゃなくてインクを細かく吹きつけてる感じだから、裏地とかには何にもないけど、布にこうインクを染み込ませるタイプのやり方が細かいよ、あそこ。そんな悪くない。親父定年か。親父定年か。労働者と奴隷の違いって何ですか？あー、いい質問だな。労働者と奴隷の違い。奴隷っていうのは権利がないんだよ。自分に権利がないの。でも労働者っていうのは権利を持ってるのよ。例えば日本で言うと集会の権利とか持ってるわけじゃん。日本人って義務は守るんだけど権利っていう概念に疎すぎるの。例えばさ、あの俺の好きな人で武田教授っていう人がいるんだけど、武田教授はこう電車の中に乗ってて、新幹線に乗ってて、アナウンスにぶち切れるの。アナウンスには何が流されたかっていうと、駅長というか車両のね、トップの人からアナウンスで、お弁当はぜひゴミ箱にお片付けくださいってアナウンスが流れたんだって。で、それにぶち切れて、ちょっと君って。これは僕の権利の問題だから聞きたいんだけど、さっきのアナウンスは何だと。あの、ゴミを片付ける義務があるのはどっちだと。要は、あの、これってすごく大事なことで、営利活動を行ってる上で、そこの清掃義務があるのはどっちの問題なのかっていう。あの、確かに、その乗客に片付けさせたら、あの、楽かもしれないけど、権利としておかしいだろうと。それを、ね、お客様に対して言うのは間違ってないかっていうのをはっきり言うっていう。あと、あの、NHK のニュースとかで、なんだっけな、NHK のニュースで、例えば地震があったら、地震があったらじゃない、なんだったかな、地震だ、あ、台風だ。台風がありました。あの、今日は、あの、家から出ないでください。これもおかしいだろうと。ニュースとか NHK っていうのは、その、
国民、要はお客様のお金で運営してるのに、台風があったからってなぜ家にこもらなければいけないんだ。台風が起きた時に家にいて事故が起こったら NHK の責任ってなるでしょ。だからその権利と義務っていうのはすごく大事で、その相手のいかにその相手に有益だと思って、いいことだと思ってやったとしても、権利の侵害なんだよそれって。こういうの日本人っていうのはすごく疎い。台風の日に歩きたい人だっているし、ずぶ濡れになりたい人だっているし、大怪我したい人だっているんだよ。それ権利なんだよ、うん、息子が着てる写メ送ります。ツイッターに上げてもらえたらリツイートするね。そうだから、その権利自体を持ってないんだよ。自分が自分っていう権利を持ってない。だから黒人運動のマルコム X とかの映画とか見るとわかるけど、その何が大変だったっていうと、黒人自体がその奴隷であることに慣れてたことが問題だったっていうね。モハメド・アリの話とかも、国民もモハメド・アリが誰から叩かれたかっていうと、黒人から叩かれたらしいよね。あの時代だから「I'm great」とかさ、「俺は偉大だ」とかすごいことをやってたんだよ。黒人に権利、そう黒人に権利自体がなかった。だから奴隷でしょ、まさしく。でも労働者には権利があるから、奴隷に近いかもしれないけど、職業選択の自由っていう権利があるのよ、まず憲法で。これ何かっていうと、もしついてく親玉が嫌だったら変えることができますよっていう権利なの。そうだし、起業する権利もあるわけじゃん。要はそれが嫌だったら起業してくださいっていう。だからその相関にリスクはあるよ、もちろん。だから奴隷自体には権利がないんだよ。そこが問題だと思う。勇者ヨシヒコって面白いのかな。奴隷のような扱いを受けてる日本人っている。だから日本人っていうのはどちらかっていうと、自ら奴隷になるっていうか、その権利は行使しない限りダメなのじゃん。だからその不平、だから俺よく言うんだけど、ブラック企業、ブラック企業ってネットに書いたところで自分の権利を保障されるわけじゃないじゃん。愚痴ってるだけなんだよ。で、あの本当にブラック企業だったら、あの春闘って言って労働組合を自分たちで作って、俺らストライキするぞとか、フランス人とか平気でやるのね。時給が下がったら働かねえよって国民中でデモやっちゃうので、店とかがバーって閉まっちゃうのよ。その最低その賃金とか低いとかで。でも日本人ってそれやらないでしょ。だからそのデモとかができないんだよね。でそういう時代っていうのがあったんだけど、そのヘルメットかぶって左翼の人たちがやってた時代があったんだけど、だけどそれは悪いことだっていう風になっちゃったから。だからいつも言ってるけど、日本人っていうのは社会主義気質っていう、殿様についてきますっていう人が多いっていう。ブラック企業は奴隷じゃないよ、俺からしたら。だったら辞めればいいじゃん。だからブラック企業に働くことが悪なんだって。ブラック企業で働く人がいなくなったらさ、そしたらその会社潰れるんだから。そのせいでフランスは二等国。俺フランス二等国だと思ってないけどね、面白いんだ。ドラゴンクエスト5の衣装だよね、あれは。今の時代は自ら奴隷になってるもんなのか。だからそのあのでかい会社で春闘がある会社、上場企業に勤めたことがあるの。俺アルバイトで1600円だったよ。成田でだよ。成田って深夜のアルバイトの時給が1000円ぐらいなのよ。その時、春闘がある上場企業に勤めてて、そのちゃんと自分たちの権利を戦おうって言ってる会社に勤めたことあるんだけど、そこの会社の時給1600円で、21歳ぐらいでアルバイトの契約社員だったのに、月の給料40万超えてたよ。うん。昔国鉄とかでもやってませんでした。昔はやってたのね。だから今はその春闘をやるっていう考え方がないんだろうね。戦うことがリスクだと思ってるから。でも権利っていうのは戦って勝ち取るもんだから。
ブラック企業なんてたくさんあるよね。美容師もアパレルもそうだよ。美容師業界は特にそうだね。特に接客業はそうなりやすいっていう風に言われてる、うん、美容師なんかさ、あの時間外以外に研修3時間4時間とか当たり前にやるんだよ。妹が美容師だったからわかるんだけど、どこでもそうなのね。働いて時給が出ない間勉強っつって、で、あのカットするまでに3年は最低かかるの。3、4年はそれまでシャンプーとかパーマとかカラーとかからやらされるんだけど、だから手が薬剤でボロッボロになって、妹がもう手がケロイドになっちゃって、それでやめたんだけど、飲食店イコールブラックじゃないんだよ。その考え方が短絡的なんだと思う。要はブラック企業だって言うんだったら、なぜそこで働いてるのかって問題があるの。あとブラック企業だっていうのはなぜ改善しないんだっていう、自分たちがその会社を変えられるっていう権利を持ってるっていうことを知らないんだよ、うん、本来社会っていうのは一人一人が主人公なわけだから、一人一人が頑張っていったら変わるわけじゃん。だから変えようとしないっていうのが問題だと思ってる俺は。周りが変え、誰かが変えてくれるだろうっていう、そういう甘い考えがあるんだよ。新しいフォロワーさん紹介します。みーちゃんさん、のんたんさん、さきさん、ルナさん、フォローありがとう。洗脳、そう、洗脳されてんだよ。だから俺は脱洗脳が大事だと思ってるね。美容師は職人の世界みたいなもんだね。知らなかった。そう、もう、完全に美容、しかも、美容バブルっていうのがあって、国が力を入れて、その学校とかを乱立させたのよ。だから今、美容師ってめちゃめちゃ溢れてんの。美容師と絵描きは。で、食えない絵描きと食えない美容師が溢れ返っちゃってて、で美容バブルっていうのがあって、コンビニより多かったんだよ美容室って。一時期狂ってるでしょ。一時期コンビニより美容室の方が多かった。だからどんどん働き手が溢れちゃって、その時給がどんどん下げちゃって、国が政策間違えたんだよ。だからなんとなくとかに流されすぎなんだよね。考えない日本人がすごい増えたと思うよ俺。東京電力に入っても安泰かどうかわかんないけど、安泰なんてものは今のご時世ないと思ってるけどな。安泰な業種なんてないんだ、うん、ただ俺の見解だよこれは。 あくまで俺の見解だけど、サービス業だけは残ると思ってるね。人と人とが関わる仕事みたいな、特にその介護とかはなくならないよね。俺らが生きてる間の時代っていうのは、やっぱロボットに介護されたくないんだよ。外国人に介護されたくないんだよ。だけど今っていうのは若い人が働いても未来がないし、おじいさんたちが儲かるだけだから、だったら働きたくないっていう判断をしちゃってるから、だし外国人とかロボットがやってくれるでしょうっていう。だからね、もう俺らの時代っていうのは働く人があんまりいないっていうのはわかるよ。なんとなく働いてもバカバカしいっていうのが潜在的にある。それは本能なんだよ。若者が悪いとかそういう問題じゃないんだ。もう社会構造がめちゃくちゃなの。はい、ワズツー、さくらちゃんいらっしゃい。おはよう、八王子さん。老人得しすぎじゃない、年金とか。だから、その人口が多いっていうのがね、そういうことなんだろうね。だから、その、
難しいよな、本当に。逆に言ったら今新しい価値観とかを作りやすい時代だから。通知、あ、ぜひぜひお願いします。あ、フォローしてもらえるとありがたいですね。通知もフォローもぜひぜひ自由にやってください。それは皆さんの権利なんで、僕はフォローされたら嬉しいですよ、やっぱり。そんな、聞かなくていいんだよ。フォローしてもらえるっていうのは俺にとって応援してもらえるってことだから。もしよかったら、Twitter、Facebook もやってるんで、もしよかったらやってる人いたらね、Facebook とかも登録してください。Facebook は5000人限定まで、友達になれるんで、Facebook、ぜひ5000人限定で繋がれるんで。新しいフォロワーさん、カエルくんさんフォローありがとう。ありがとうございます。猫さん、花火ありがとうございます。ありがとう、猫さん。初見さんかな、猫さん。ありがとう。なんか悪いな、いきなり。面白かったらでいいからね。面白いなとかさ、応援したいなと思った時だけでいいよ、アイテムとかは。あ、和道のちょっと放送好きだからスポンサーになろうかなっていう感覚でさ、挨拶代わりにアイテムさ投げてもあれじゃん。あくまで俺がやってる番組を見てからでいいよ。ありがとうね、猫さん。猫さんから花火いただきました。行きます。1回、2回、3回、4回、5回、6回。猫さんありがとうございます。サイトにある配信、インターネット生放送で10億円の収入を得るって無理でしょ。だから無理かどうかって言ったら、夢を見るとか志を持つっていうのは何だろう、無理かどうかじゃなくて持ちたいかどうかだから。おはようひでぺよでしょ。そんな無理かどうかで夢を語ってないのよ俺は。叶えたいこと、自己実現したいことを、なんつうの、このアウトプットすることによって自己実現していくっていうタイプだから俺は。大風呂敷、そうそう、あくまで目標だから無理かどうかを基準に書いてないよね。だってね、配信で飯食ってくっていうのも否定され続けて無理無理って言われたけど、実際できるようになったわけじゃん、実際に。だから無理かどうかは他人が決めるもんじゃないと思ってて、自分がどうなのかっていうのが大事なんだよ俺は。そこの夢に向かって生きてるかどうか。俺はあくまでいつも言ってるけど、人生っていうのは暇つぶしだから、どうせ暇をつぶすなら楽しく全力でやった方がいいと思ってるのよ。配信で食っていけるのはまだいけるけど、10億はきついっしょ。わかんないよ。だって、例えば10年前じゃちょっと古すぎるから、5年前にしようか。5年前で YouTuber っていう職業、例えば動画で食ってくって言ったら笑われたと思うよ。Google が多分、アフィリエイトを始めたのがそれくらいだと思うから、YouTube で、アドセンスと紐付けられるようになったのが5年前だったのよ。確か5、6年前。で、5、6年前でそれを言ったら笑われたと思うの、多分。でも、今、ヒカキンが10億稼ぐって言ったら、いや別にいけるだろうねっていう感覚あるでしょ、はじめ社長とか。マネージャーさん、花火ありがとう。ありがとうございます。だから俺は無理な夢なんてないと思ってて、別に無理でもいいと思ってるの。問題なのは、俺が夢に向かって走ってるかどうかが重要なの。俺が夢を叶えようとしてる生き方かどうか。無理かどうかじゃない。それを決めるのはあなたじゃない。1、2、3、
4、5、6、はい、ありがとうございます。低い目標の方が叶いやすい。低い目標なんて目標じゃないでしょ。あ、目標じゃないっていうか、目標とだから俺は夢とか志を掲げてるわけであって、うん、でもね、あのいろんな人にいろんなこと無理って言われてきたけど、俺はよくその時に言うの、あなたが無理なだけであって俺はできるからっていう、あなたが無理なだけであって俺はできるっていうことを常に言ってた、ガキの頃から。だから自分の店持ちたいって言ったのもすぐ叶えたし、音楽業界で飯食うって言って親戚中に笑われたけどできたし、マルチで不労所得取るって言っても取ってきたし、何でもできるんだよ。だから日本全国旅するって言ってもさ、笑われてきたけど、ニコ生の時では、できると思うよ。だから自分の物差しで俺の夢を語らないでほしいかな、俺は叶わない夢なんてないと思ってるから。1% のチャレンジ、そうっていうか、ぶっちゃけた話、俺はいけると思ってるから、俺はいけると思ってる。配信で別に年収1000万もいけると確信してるし、配信で生涯年収10億っていうのは全然いけると思ってるの。そう、だから全然怖くないね、だってやってる人がいるんだもん。世の中にはさ、やってる人がいて、なんかできる人とできない人、俺は人間に能力なんてそんな差はないと思ってるから、誰かできる人がいるんだったらそれを真似ればいいじゃん。そのモチベーションはどこからっていうかさ、単純に考えたら簡単じゃん、当たり前じゃん。逆に言ったら、なぜそれがわからないのかがわかんなくて、トーマス・エジソンはさ、こう言ったんだよ。あの、世の中ガス灯しかない時、電気っていう存在が信じられてなかった時があるの。で、電気っていう存在すらもなんだかよく市民は分かってなかった時に、俺は街中を電気で照らすんだって言ったの。世界中を電気で照らすんだって言ったのよ。で、実際今そうなってるでしょ、だから、まあだから彼は正しかったよねって。世界中の人から批判されたけど、電気のインフラのトップになったわけじゃん。電気会社を作って。トーマス・エジソンって発明王って言われてるけど、あの人はビジネスでどう儲けたかって言ったら電気のインフラ作ったんだよ。あとね、数百年前だったらさ、ライト兄弟って言ってさ、空を飛びたいって言ったわけよ。で、街中から笑われたわけじゃん。だけどライト兄弟は二人とも絶対生涯をかけて飛ぶんだって決めたわけじゃん。今それが常識になってるわけでしょ。飛行機乗ったことあるわけじゃん。だから俺はその叶わないって笑う人間じゃなくて、俺はライト兄弟とかトーマス・エジソンとかを信じてるから、スティーブ・ジョブズとか、そう、結果が約束された目標なんとかじゃなくて、俺は現実ってどうやって作られてるかっていうと、今まで過去の人の思い込みだと思ってるから、だから俺はそれをぶち上げたいのよ。新しい未来を提示したいのよ、常識を作る側になりたいの。ひろゆきとの対談は志っていうレベルじゃなくて、それこそ目標のレベルなの、俺の中ででかい夢じゃない、だから別に俺の夢を批判してもいいんだけど、批判をすればするほどエフェカシーって言って自分の意識が下がるんだよ。で、俺はそれは嫌なことだから、メロンさんも夢を叶える側の人間になってもらいたいのね。俺は勝手に叶えていくと思うんだよ、多分俺は。だけど俺のことを見てて10年後和道がどんどん夢叶えていって、ダメだダメだ無理だ無理だって言ってたら全部自分に跳ね返ってくるよ、メロンさん。俺はそれ嫌だから、どうせ俺の放送を見てくれてる人だったら一緒にね、なんかでかいことやろうよっていう風に思うけど、ナポレオンヒルは僕、何歳の時に言ったら中学3年生の時から愛読してますね、ナポレオンヒルは。思考は現実化するは、僕それと出会ってから自己啓発にはまりましたね。ここにありますよ。だから逮捕された時も取り寄せましたね、
ここ、あの、留置所で読んでるから番号が残ってて、カバーが取ってないでしょ。本のカバーがなくて、この番号が振ってあるっていうのは、その、なんつうの、刑務所とか留置所に持ち込んだっていう意味なんだけど、俺は牢屋の中でこれ読んでたよ。うん。うん、そう。で、これ携帯版なんだけど、あの、ちゃんとしたもん持ってたね。目標は高く、私も和道さんに影響されてる。目標は高ければ高いほどいいんだよ。ペカチュウさん、おはよう。ああ、桜子ちゃんいらっしゃい。頑張って、ね、応援してるよ。頑張ってね。ファイトだよ、ファイト。和道さんの放送を見てからできないと思った時点で終わりだと思った。ああ、だからそうだよ。安西先生が言ってるじゃん。諦めたらそこで試合終了。孫正義さんはこう言ってるよね。大体思った通りになるって言ってるよね。大体中学生とか小学生とか、俺はできるって言ってるやつはみんなできてると。で、俺はダメだって言ってるやつはダメになってるって。大体40代でもその人の人格はわかるって。顔つき見たらわかるって言うよ、孫さんは。うん。顔を見ただけでどういう生き方をしてるかわかるって。もう言葉すらいらないって言ってた。僕は夢があって目標を掲げ叶えました。目標に対して引き算で何をやれば達成できるか。あのね、マネージャーさんがすごいいいこと言ってて、その、ボトムアップっていう考え方と、ボトムアップとトップダウンっていう考え方があるのよ。で、まず、目標を掲げ叶えましたっていうのがトップダウンの考え方なのね。要は目標を掲げるっていう、トップ。トップから逆算していくっていう考え方。これトップダウンっていうコーチングなのよ。で、ボトムアップっていうのは、目標に対して引き算で何をやれば達成できるかっていうのは、逆に戦略に入ってくるの。あのね、日本人っていうのは、その、ボトムアップが得意なのよ。要は、今、自分っていうのが現状はこうだから、何を積み重ねていくのかっていう、ボトムアップ型って言われてんのね。だけど、最先端のコーチングっていうのは、トップダウン。要は、あの、トップダウンとボトムアップのバランスが必要だって言われてる。要は、目標を大きく掲げて、目標から今の自分を逆算していくやり方と、ボトムアップ。今、自分がどういう収入なのか、どういう生き方をしてるのか。どういう時間の使い方をしてるのか。これを両方ともしていくっていうのが戦略に入るのよ。で、戦略に入って、何年でこれを達成するとか、明日何をやる、今日何やる、今の時間何やるっていうのが決まったらもう目標に変わってるのよ。そう。夢っていうのはだから無限に達成不可能なものを掲げていいの。それに向かって何をやっていくかっていうのが計画なんだよ。孫正義と対談したい。孫さんよりは、俺は今興味あるのが、名前言っていいのかな。名前は言わないけど、興味を持ってる人がいるね。すごく会いたい人っていうのが今一人いて、まあ、福野さんっていう人だね。福野さんっていう人と、あとテフっていう人と、あとひろゆきさんと、あと岡田敏夫さんと、トマベチヒデトと、あと、誰だろうな。それは仕事として絡みたいっていうか、その対談してみたいなって、仕事としてね。だから間になんか雑誌なのかテレビなのかラジオなのか生放送なのかわからないけど、宮台真司好きですね。宮台真司さんにも話を聞いてみたいですね。うん。あと誰だろう。アズマンはあんま興味ないかな。あと町山さんはすげえ会いたいし、マイケルムーアにも話聞いてみたいし、町山さんとがっつり話してみたいかな。俺、町山さん弟子入りしようかなって本気で考えてた時期があったね。はい、若ちゃん、和道つ。和道さん、留置所入ってたんですか？入ってたよ、俺。うん。前科3班ですよ。夏のはいいや。夏のだったら買わんごだね。夏のは全然才能ないと思ってる。むしろ夏のになってダメになったと思ってるから。夏のはダメだ、あれ、ボンクラだよ。でも一番今興味があるのは福野さんっていう方だね、俺は。福野さんに会って話を聞いてみたいと思ってる。あと、宮崎哲也さんも会ってみたいな、一回。あと、坂口恭平とかね。坂口恭平とか。そういう、あとあれだな、モーリー・ロバートソンとかね。いろいろいますよ。あって、一回、その場を設けたい人っていうか、仕事一緒にしてみたい人っていうか。
それはいっぱいあるね。できるかできないか別問題。日本全国の旅は順調ですか？うん、そうだね。うん。順調です。まあ、心の問題だからね。だんだん腹はくくれてきたよ。だんだん見えてきた。うん。家をどうするかとか、生活をどうするか、仕事をどうするかっていうのは、見えてきます。うん。自分自身をプレゼンって大切ですか？プレゼンテーションって意味かな？自分自身をプレゼン。いや、うん、プレゼンは別に苦手でもいいと思ってて、プレゼンテーションをする、でも人は周りに、もし仕事をするんだったらチームで絶対必要だと思ってるの、大きなことをやるとしたら。うん。だけど、それは役割だから、プレゼンをするっていうのは。だから別にその技術を持ってればプレゼンをする必要もないし、資格とか技術とかを持ってれば知識とかね、会社にとってそれが有料ね、有力な判断をされればいいわけだから、うん、北海道行くよ。北海道行くっていうのも、北海道のリスナーが多いっていうか、俺北海道のリスナー常に多いって言ってたんだけど、のんたんの見解が面白くて、違うよ和道さんって言って、北海道はネット文化強いんだよってのんたんが言ったので、また面白いと思って、まあ、頭いいなと思って。北海道って寒いじゃん。で、家の中で、何かをするっていうことに、県民性として長けてるっていうか、道民性として長けてるから、北海道の人っていうのはネットの文化すごい最先端なんだよって言ってて。まあ、ゆゆっちょさん、花火ありがとうございます。そう、のんたんの言う通りだなと思って。俺のリスナーが北海道民が多いんじゃなくて、そう、ネット全体が、北海道民っていうのが、環境がそういう風にさせてるんだよって言って。あ、そうなんだ。でもなんか、俺はそれに気づかなかったから、のんたんすごいなと思って。頑張ります、まゆうちょさん。まゆうちょさんから花火いただきました。ありがとうございます。うん、フリーコミューン、和道村の設立ってやばい集団ですよ。それ、だって俺フリーコミューンをもともと作りたくてって言って、宗教法人買い取るって言って、あれだよ、ニコ生始めたんだよ。だけど、なんか、やばいやばいって言われてるから、最近あんま言わなくなった。うん、最近スクワットじゃないよ、バカ。ダンベルだって、あれだよ、正月500回やったんだよ、これ。まゆっちょさん、ありがとうございます。俺はね、結構和道村を作るのは四国か北海道かって、結構田舎の方に設立しようと思ってて、四国は結構ありだなと思って。500回、花火何発だっけ、80発ぐらい花火上がったんだよ。和道リスナーをリアルに集めて生活とかできそうだよね。そうじゃなくて、本当に和道と生きていきたいっていう人がいるんだよ。俺和道が本気で村作るんだったら、俺住民になりたいって。じゃあ俺はインターネットでそれずっと垂れ流すけどいいっつって、いや楽しそうって言って、うん、北海道寒いんだよね、俺寒いの嫌いだから、うん、だからよく言うんだけど、なんつうんだろうな、壁に落書きしちゃいけねえとか、そういうくだらないルールじゃなくても、一回資本主義から離れようって思ってんの。本当に飯がうまいとか楽しいとか、そういうものを追求する団体みたいな、最強のアーティスト集団みたいな、生きるってアートだよねみたいな集団を作りたいんだよね。その絵がうまいやつに俺の家ペイントしろとかさ、壁紙をアートにしてくれとか、街中がカラフルになるんだよ、キラキラした。で、歌がうまいやつはずっと楽器弾いてる。で、もうほんと海釣りが好きな人はずっと魚釣ってるとかさ、もうやりたい放題だよ。うん。
もう種をバンバン植えて、村中なんか果物畑みたいなさ、そういうことやりたいな。楽しそうっていうか、なんかお金イコール楽しいじゃないなっていうの、なんか俺はね、あくまでお金がいくら増えたところで満足できないだろうなと思って。野菜作りたい人は野菜作ればいい。てか野菜なんかね、育てようっていうのが間違えてんだよ。畑なんかいらないんだよ。日本っていうのは豊かな国土があるわけだから、種ばらまきゃね、勝手に生えてくんだよ。要は農耕じゃなくて採取だよね。ホイミスライムじゃなくてね、ホイミス、まずベホ、スライムベホマズンかな、これが。じゃあ、キングスライム、ホイミスライム、スライムの順番で手に入りました。自給自足とは違う。別に、買いたい人は買えばいいと思ってるから。金を持ちすぎると働いて金を得ること、使うことの楽しみがなくなるってテレビで誰かが言ってた。それはまあ、統計でよく有名なのが出てて、その、幸福度っていうのと、収入っていうのを統計で出した人がいるのよ。で、要は収入0円の人とか収入200万の人って年収ベースで考えたんだけど、年収ごとにあなたは幸せですかっていう質問をぶつけていくのよ。ちゃんとあれだよ、そんな簡単なテレビのインタビューみたいなのじゃなくて、学問的にデータを取っていくんだよ。で、そうすると面白いのが、こう収入が増えていくと幸せ度もこう上がってくんだよ。こっち側からやった方がいいか。幸せ、幸福度とこう上がってくじゃん。で、だから年収600万円まではここリンクするの。年収600万円までは幸せとその幸福度っていうのはリンクしていくんだよ。つまり年収600万円までの範囲っていうのは年収を上げれば幸せになれるの。これマズローの5段階欲求説っていうのとビタビタに合ってて、あの生存の欲求、生存の欲求を満たせばいいの。要は生きていくことだから、お金を稼ぐっていうことは。だけど、こっからのデータが面白くて、年収がいかに増えてっても幸せ度は上がんなかったの。幸せ度はそのまんまだったの。だから、年収600万以上になってくると、どうなってくるかっていうと、自己実現の欲求とかが出てくるのよ。ぶっちゃけ年収600万あったらさ、家族食わせていけるし、幸せじゃん。そっから増えていっても欲しいものが手に入っていくだけだけどさ、満たされなくなってくるんだよ。そうすると、その目標を達成したい喜びであったりとか、だから、ほら、よく言うのが金持ちで鬱の人とかいるでしょ。金持ちで自殺しちゃう人とかもいっぱいいるんだよ。だから、お金持ちイコール幸せではないっていうのは、もう統計で出てる。モロピー、モロダスさん、おはよう。人間って不思議だよね。マズローの5段階欲求説で検索してみると面白いよ。人間の欲求は5段階のピラミッドのように構成されていて、低階層の欲求が満たされるとより高次元の欲求を欲するというもの。そうそうそう、その中で5段階あるよっていう。で、お金の欲しいっていうのは低次元な欲求って言われていて、あの生存の欲求って言われてるの、根本的な欲求。マズローって心理学者だったっけな。アブハム・マズロー、アメリカの心理学者。1908年から、1970年。ありがとう、メロン。一番高かったのが自己実現の欲求じゃなかったかな。人間が幸せになるための最終手段っていうのが自己実現の欲求だったような気がするけど。だから俺が幸せだって思う部分と、そのお金が欲しいって言ってる人じゃ全然違うんだよ。旦那年収1000万あったけどちっとも幸せじゃなかった。むしろ今の方が幸せでしょ。
まず、あ、生理的欲求って書いてあるけど、これ生存の欲求とも言われてんの。これは生きていくための本能。だから、高次元な欲求っていうのは、まず低次元の欲求を満たさないといけなくて、生理的欲求っていうのは、セックスをするとか、あと飯が食えるとか、衣食住のことね、簡単に言うと。で、衣食住って何て言うかっていうと、お金のこと。お金だよね。お金で解決できるから、資本主義だと。で、次は、安全の欲求。これは何かっていうと、こう、自分の健康であったりとか、交通事故に遭わないようにとか、保険とかそうだよね。保険っていうのは第二の欲求に対し。で、例えば、その、年収もそこそこになりました。保険とか、家族の安全とか安心とか買うようになるじゃん。で、次に出てくるのが社会的欲求。これはリーダーとして認められる役職がつくとか、フォロワーが増えるとか、これ社会的欲求とか、愛所属の欲求って言われてるの。で、次が重要で4番目、承認の欲求。今度は、その、社会的な地位とかを得たら、今度は、あなたすごいとか素晴らしいとか、尊敬されたいっていう欲求が出てくるの。で、最後に出てくるのは自己実現の欲求。それら4つが満たされていくと、今度自分がビジョンを描いて、これを達成したいんだっていう風になるって言われてる。これが、マズローの5段階欲求説だね。サティアンとは違うんじゃないのかな？わかんないけど。成功じゃなくて、幸せになる成功を目指しています。いいですね、マネージャーさん。素晴らしい。あ、俺は一番大事なのは仲間だと思ってるかな。まあ、その、まあ、150個の志リストって言って30個ぐらい書いたんだけど、その、7名の信頼できるパートナー、人生のパートナーと出会うっていうのは、これは本当に、その、恋人とは別で、その、和道と大きなことをやりたいとか、俺も一緒に村を作る側になりたいとか、なんか、こう、俺はその中でプログラミングができるとか、俺は絵を描けるとか、もう、その、一緒になって同じ目標を見れる仲間。で、たくみさんは俺はそのメンバーの一人だと思ってるけど、なんかあったら絶対たくみさんを誘うっていうか、どんな時でも、たくみさんに相談するし、なんかでかいことがある時はね、たくみさんこれどう思う？みたいな。一緒にやろうよって。だから俺は、その中で結構たくみさんは本当に、もう信頼できるパートナーだと思ってるね。まずはフィレオフィッシュ食いたいな。生存の欲求だね。人を見る目なさすぎて、仲間一人しか出会ってないわ。いや別に人数の問題じゃないと思うよ。俺は、その今までの人生の経験で7名を超えるとぐちゃぐちゃになるっていう性格なのよ。いや管理ができなくなるのよ。だから、7人ぐらいがちょうど意思疎通がしやすいと思ってて。だから規模がでかいことをやるんじゃなくて、少数衛星でいいやって思ってんの。信頼できる仲間がいれば。10万人とファンと出会うって YouTuber 的な？いや、だから、全然。そのネット上でも何でもいいけど。別に YouTube に限らないと思ってるね。だから俺は旅でそういう人たちと出会っていきたいと思ってるの。だから、それ繋がってんだよね。世界をなぜ旅するのかっていう、そう、10万人の仲間と出会うっていう風に書いてるけど、10万人のファンと出会うっていうのはそういうことだよね。その10万人のファンの出会うための手段としても、全国の旅、全世界の旅は必要だろうなって言って組んでるのよ。繋がってるんだよね、全部。で、その仲間たちの中から7名の信頼できるパートナーと出会ってっていう、全部繋がってんだよ。それでいいと思ってる。ぜひぜひ。だからフォロワーだよね。ファンっていうかフォロワーっていうか。旅するって周りの人に言ったら笑われたら批判しなかった。いや、親父はびっくりしてたよね。なんだそりゃみたいな。ただ、一瞬で気づいたね。親父は。まず、あ、俺、来年から旅出るって言った時、えってまず、その、普通の人みたいなリアクションで、えっていう、何言ってんのこいつみたいな感じになったけど、親父のすごいところは、その、えっていうところが一瞬で立ち直って、確かにって言ってくれた。確かにお前が世界とか、日本を旅するなら、ラストチャンスだなって、年齢的にって。一瞬で気づいてくれた。あ、なるほどって。今しかないな、つって。行けって言ってた。最初はえってなったね。リアクションを見たら。
何言ってんの、また気違い始まったみたいな、また病気始まったみたいな、えっていうのからふって冷静にして頭をグッて一回転させたら、あ確かに、行けって言ってたね。いや普通絵なんだけど、うん、親は全部話さなくても分かってくれる。そうそうそう、一瞬で判断してくれて、ああって行くべきだなっていう、うん、そこは親父のすごいすごいところだなと思ったね。すごい、なかなかできない。親父の影響っていうか、俺はその俺の親父がいるじゃん、それは親父じゃなくても尊敬してた。その俺結構その人生でいろんなメンターっていうんだけど、その指針っていうのかな、その生き方の模範としてる人のことをメンターっていうんだけど、メンターいっぱいいるんだけど、もし仮に自分の親父が親じゃなかったとしても、職場の上司であったりとか何であったとしても、影響をかなりトップレベルに受けてると思うね。尊敬してるね、親父の哲学は、うん、おはよう広瀬すずさん。だから影響は受けてるだろうね、考え方とか。150個だから書いてあるんだ、リストは随時更新していきますって書いてあるんだ、読みなさいよちゃんと、うん、最後まで読みな、うん、全然ネタじゃないよ。だから今その自己実現の欲求書いたんだけど、健康ベースとかもあんのよ。その体のこととかメンタルのこととか、あと物と、今リスト化してるのは物とことなんだよ。物とことだけじゃないんだよ。心の問題であったりとか、あと体の問題であったりとか、要は健康的な体を作るとかの対してもあるのよ。その身長がこれくらいだから体重何キロでこれくらいのダンベルを持ち上げられてとかあるの、目標は。ただそこよりも先に優先してるのがやっぱことなんだよ俺の中では。だから先にそれをリストアップした感じ。それ以外にもあるんだよ、他にも。志とか夢っていうのは生きてく上で生まれてくるものだったりするから、今150個なくてもいいんだと思う。いや150個あるの、ただ書き出してないだけ、時間がないから。いや、その時間の使い方であったりとか、例えばその人に優しくするとか、そういうことでもいいのよ、150個の中、うん、っていうかね、あのやってみるとわかるけど、俺実はこれいくつだっけ、24歳の時からずっとリストを持ち歩いてたの。ノートを、企業ノートっていうのがあるんだけど、俺の中でイマジネーションノートっていうのを持ってて、そのイマジネーションノートの1ページ目に必ずアファーメーションって言って書き続けてたの。和道ってなんで隠さないの？夢とか語ると批判されるで。あ、だから、だから、批判されるっていうよりも、俺は超一流の人間になりたいと思ってて、超一流、それはあれだよ。人と比べた超一流じゃなくて、自分の中に一流論みたいなのがあるの。まず、三流の人間っていうのは、言わない、コミットメント。要は発言もできないし、自分の夢も語れないし、何も起こさない人間。あ、それが二流ね。二流の人間。おはよう、エージェント。で、日本人の美徳とされてる、言わないけど、やる人間っているじゃん。俺はこれもかっこ悪いと思ってんの。で、一流の人間っていうのはさ、その、結果を出す人間じゃん。言わなくて、やって結果を出す人間。でも、超一流、スーパースターっていうのは、言って、できないと思われてる不可能を発言して、行動をして結果を出す人間が俺は超一流だと思ってて。俺は超一流を目指してるんだよ。だから叩かれることじゃなくて、本当に世の中を良くしたいと思ってたりとか、本当に自分の生活を良くしたいと思ってんのよ。だから別に批判は怖くないんだよ。うん、私は両親虐待受けてたから悲しかった。うん、俺も母親に虐待されてたよ。うん、原付免許更新と仕事行ってくるわ。行ってらっしゃい、スウィンドル。おはよう、大輔さん。だから別にその、俺にとって重要なことは、その、
肯定されることじゃなくて、未来を信じれる子供たちを作ってビジョンを提示することが重要だと思ってんの。俺は極端な話、夢は叶うよとか、目標っていうのは達成できるんだよっていうのが見せられれば何でもいいと思ってんのよ。それが大人としての義務だと思ってるから。うん。何でもいいの。小さいことでも大きなことでも何でもいいけれども、言ったことっていうのはやれる。そして結果を出すっていうことが大事だと思ってるから。だから言わなきゃ話になんないよね。子供たちわかんないじゃん。だから最初笑われていいと思ってる。子供たちも笑っていいの。だから叶えた時かっこいいでしょ。うん。あ、笑ってた俺ダサかったわってなるでしょ。うん。だからそれを示すために俺は生まれてきたから。子供たちの夢が公務員っていうのいいんじゃん別に。うん。いいんじゃない、うん、だから公務員の方がかっこいいと思ってるでしょ。うん。だからそれは俺の生き方との戦いだから。いや、大人の義務でしょ。早く大人になりたいって言わせないと。早くおはよう。うん、俺は、その、なんだろう。俺は思想を売ってるわけだから。うん、だって、和道のこと応援してくれるとか、和道にアイテムやろうってなんでっつったらさ、和道の生き方を支援するってことでしょ。和道のライフスタイルを買うってことでしょ。子供に夢や希望、夢を見れることができる存在だね。それは別に、なんか、夢を笑う人になりたくないんだよ。夢を笑う人っていっぱいいるじゃん。人の夢をバカにしたり、夢を笑う人っていっぱいいるけど、俺はそうなりたくないから、夢は叶うんだよっていうのを見せ続けたいんだよね。うん、夢余裕で叶うよ、みたいな。うん、夢笑ってる奴ら、バカにしてる奴らの生活見てみ、っつって、うん。俺は不可能って言われてるものに常にチャレンジしてるから。俺にとっては可能だから。ただそれだけよ。本当に。うん、だからそれは、その、なんだろう、夢を笑ってる人たちを蔑んでるわけじゃなくて、俺は戦うよっていう。最近の若い子は安定を求めて公務員志望が多いやつが多いけど、起業家になって社長になりたいってやつが少ないのも悲観的で悲しくなるよな。いや、いいんだよ。人生だから、何が正解とかないから、俺は別に公務員も立派な仕事だと思ってるの。公務員でも素晴らしい奴はいると思ってるし、全員起業家になんかなったら日本潰れちゃうから。ただそうじゃなくて、俺個人の生き方として、社会として、社会をどう見るのかと個人がどう生きるのかは別だから。うん。ホリエモンのロケットも笑われてるよね。俺は全然現実的だと思ってるね、ホリエさんがやってることは。そんな夢叶えても無駄と笑える夢を叶えたんですが、どう思う？当たり前だよね、うん。ナボコフは笑われてた時に、たった一人だけ信じてくれてる奴がいたんだよ。ナボコフならわかると思う。ナボコフ答えてね、うん。みんなが笑ったんだよ、ナボコフの夢を。ナボコフの夢をみんなが否定したんだよ。みんなバカにしたんだよ。その時にたった一人だけ、たった一人だけ大丈夫って、叶えられるって信じてた奴がいるの。誰だかわかるでしょ、ナボコフ。誰？答えて。たった、そのバカにされてる中で、たった一人だけ確信を持ってた奴がいたはず。誰？ナボコフ。知ってるよね、ナボコフだったら。ね。親友じゃないわ。違う。じゃあ、マネージャーさんなら答えられるよ。親じゃない。違う。もうダメ。ナボコフもメロンもダメ。マネージャーさん答えて。マネージャーさんなら絶対わかるから。うん。そう。どんなに批判されてもたった一人だけ確信があったはずなの。そう。そう。自分だよ。そう。でしょ？自分でしょ？自分だけは、そう、自分なんだよ。うん。うん。そう。だから自分のことを大切にしなって俺はよく言ってんの。うん。世の中でたった一人だけ裏切らない味方がいるんだよ。夢がない私からしたらどんなに夢があろうが夢があるって羨ましいな。笑う人もいる。あ、あやか、夢決めてあげようか。あやかの夢俺知ってるよ。夢がないっていう人に夢の作り方を教えるのをコーチングでやってたから、講演会で。夢がない人に簡単に夢作れるよっていう2時間の講演会やってたの。ちゃんとカリクラム組んで。で、夢の定義っていうのを教えてあげる。好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやる。これを夢って言うんですよ。これ以外ないの。
夢は好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやることを言うの。これどういうことかっていうと、人、うん、好きな人と好きな時に時間、好きな場所で場所、好きなことをこと、好きなだけどれくらいか、うん、これを夢って言うんです。だから誰とどこで何をいつまで、それを具体的に決めればいい。でそれがまだ決めらんないって言うんだったら、今度やりたくないことを聞くの、うん、やりたくないことを150個あげてごらんって、うん、朝起きたくないとか仕事したくないとか何でもいいから150個やりたくないこと書くの。それを日本語って面白いから反対語に裏返してごらんっていうの。やりたいことが明確にできるから自分が何をすべきなのか明確に出るの。やりたくないことを出る、やりたいこととやりたくないことっていうのは裏表表裏一体だから、うん、これをスティーブ・ジョブズっていうのは、一つのことにイエスっていうことは千のことにノーっていうこととイコールであるって言った。自分のためにやりきれたらかっこ、自分のためにやりきれたらよかったんだ。うん、そう、だから成功の定義ってお金持ちになることじゃなくて、功をなすって書くでしょ。功をなすって、功の功って何かっていうと、目標達成のことを功って言うんだよ、うん、夢が叶っても虚しくない？夢は無限にあるから俺は、うん、やりたくないことを知るっていうことは、さっき言ったトップダウンとボトムアップの考え方で、例えば普通に働きたくないって考えてる人はそれでいいのよ、うん、じゃあ何がしたい？遊びたいじゃん。じゃああなたは遊びで金を稼がないといけないんだよって答えが見えてくるでしょ、うん、要は普通のバイトとかやっちゃダメなの、その子は。やったら鬱になるから、心が知ってるから。で普通に逆に遊んでるよりも働いてる人の方が幸せな人もいるの。その人はガンガン働くべき、うん、そう。だからそういう風に時間の使い方とか、8時間寝たいとか、うん、じゃあ16時間何するのかとかさ、見えてくるんだよ。要は夢って考えるんじゃなくて、やりたくないことを裏返すとやりたいことだから。はじめまして、おはようございます。やりたくないことを明確に知っておかないと、その相手から話が来て一緒に何かやろうよって言われた時の指標を持ってないってことだから流されちゃうのよ。やりたくないことならたくさん見つかりそう。ちょっとリスト化してみる。ありがとう、ワドさん。うん。そう。やりたくないことだっていっぱい出てくるんだよ。そうすると、仕事、どういう仕事に就くべきかとか、どういう資格を手に入れるべきかとか、フリーランスでやるべきなのか、従業員タイプなのか、社長タイプなのか、うん、役員タイプなのか、そう、自分が労働階級の方が幸せなのか、役員が幸せなのか、ナンバー2タイプね、専務とか常務とか、そう、それともフリーランスで株主とかトレードやった方がいいのかっていうの見えてくるのよ。うん、やりたくないリストよりはやりたいことリストを作った方がいいんだよ。でなんでかっていうと、150個って書けないんだよ。最初の30個も書けないんだよ。なんでかっていうと、150個って実はね、最初作った時1ヶ月ぐらいかかった。どんなに些細なことでも150個書くのって難しいの。逆に言ったら、150個もやりたいことを持ってないんだよ。普段意識化しないとダメなので、顕在意識まで持っていくと、要は表面意識っていう、顕在意識っていうんだけど、自分たちが意識として認識できるまで落とし込むってことは、無意識にも落ちてるの。要は無意識を掘り下げて意識化することによって、無理やり作って無意識に落とし込むのよ。そうすると見えないものが見えるようになるの。自分のやるべきこと、どんな仕事をするのか。夢っていざ叶うとどうでもよくなるのよ。手に入るまでが楽しいってこと。年は関係ないですか？年は関係ない。うん。大成功してる人の年齢を調べてもらいたいんだけど、40代、50代で普通の人は成功するって言われてる。うん。40代、例えば一番有名なのはケンタッキーフライドチキンのカーネルおじさんを調べてもらったらいいと思う。カーネルおじさんって確かケンタッキーっていう会社を作ったのは60歳ぐらいだったはずなんだよ。確かそうだよね。カーネル・サンダースとか、あとね、大成功する人、40、50代の人が多いです。
今の私にはやりたいリストとやりたくないリストは必須。うん。で、それに照らし合わせて具体化していくと、自分の取扱説明書ができるっていう感じなんだよ。うん、自分が何をするために生まれてきたのか、心がわかるんだよ。うん。総理大臣になるとか笑われちゃうよね。いや、なればいいじゃん。うん。総理大臣になりたいと思った人しかなってないはずだよ。歴代の総理大臣にインタビューしてごらん。なると思わなかったねっていう人いないと思うよ。うん。絶対狙ってるから。うん。表面上では言うかもしんないけど、絶対総理狙ってるポジションの人しかいないから。うん。だから、これはその、初めの一歩の鴨川源氏会長の言葉だけど、努力した人は、努力が叶うとは限らないって。でも成功者はすべからく努力しているって。これ意識をしているとも置き換えてもいいと思うの。うん。要は、想定外のことなんか起こんないよ。和藤さん、呼吸するのしんどくない？気管支炎になってない？なってるかもね。わかんない。なんか変、呼吸が。タバコ吸いすぎなんだよな。っていうか、俺がよく思うのが、俺本当に思ってるんだけど、中学2年生頃に描いてた31歳とか32歳の自分まんま。中学校の頃にこうなるだろうなって思ってたまんまになってない。10年前、20年前に。だから、10年前、20年前にぶち上げてる人、多分ね、その成功してる人、30代で成功してる人って、中学生の時意識高かったはずなんだよ。大学生とか。志とかわかんないけど、本気で自由になりたい、誰からも縛られたくないってずっと言ってたね。うん、中1のなりたい自分像になれる人は1割ぐらいかな。9割の人は諦めたからね。うん、多分そうだと思うよ。うん、ああ、大丈夫大丈夫。今からでも遅くないっていうか、全然、なんだろう。俺は年齢とか、関係ないと思ってるね。性別とか肌の色とか収入とか。例えば、あとよく言うんだけど、ハリーポッターの作者ってさ、本で、財を築いた一番有名な人だと思うんだけど、ハリーポッターってあれ生活保護中に書いた本って知ってる？母親で生活保護を受けてて子供と息子がいたんだけど、お金がないから、本を買うことができないし、映画とかを買うことができないから、息子を喜ばせるために物語を書いたんだよ、お母さんが。息子を喜ばせるためだけに書いたの。それが出版社の目に留まって、ハリー・ポッターっていう作品になって、生活保護抜けたんだよ。知ってた？中学生の時、和道の異常のゼミナー。それは後半だね。だから漠然として、その時は思ってなかったけど、そういう、和ゼミをやりたいって思ってたっていうのは、もう23の頃からやってたから、俺は。だから21ぐらいにビジョン見てたんだよ。知らんかったでしょ？うん。イメージだけで財を築いたのか。ものすごいね。うん。だから、よくお金がとか、時間がないとか、家庭がとか、全部言い訳だからっていう。全部言い訳。年齢が上っていう、そうそう、ナボコフの言う通りでさ、本来年齢が上っていうのは情報量が上だから、若者よりも有利なんだよ。そう。だって、世の中のこと知ってるわけじゃん。だから、年寄りの方が金持ちになりやすいんだよ、本来。経験値が違うわけだから。うん。本当だよね。冷静に考えたらそうだよね。
いくつになっても夢見ていいっていうか、夢がなくなったら死ぬって言われてるよね。夢がなくなって絶望になった人って3年以内に死ぬって言われてるよ。だから鬱になるって夢がなくなるって意味だから。そういうことでしょ。生きる希望がなくなった人のことを鬱状態っていうのと、鬱病っていうんだよ。だから夢は別に普通に持ってると思うよ。無意識でやってるだけであって。そう、ホープですよ。うつについて、いやだから今語ったじゃん、今言った通りよ。うつっていうのは夢がなくなった状態だよっていう。だから俺は夢を見ないといけない。俺はだから逆になんででっかい夢を持たないといけないのかっつうと、でっかい絶望を背負ってるからだよ、子供の頃から。もうお釈迦様みたいなもんでさ、俺はもう生まれて物心ついた時には世の中に絶望してたから、なんだこれはと、世の中が壊れてると思ったから。だから俺の中では世の中をきれいにする活動だから。悟ってたね、子供の頃の方がね。どんな絶望？だからもう、なんだろう。世の中っつうのは、平等もなく、矛盾だらけ、不条理だらけ。と思えたね、その頃っていうのは。いいんだよ。のんたは横で寝てるけどいいんだよ。俺は配信者なんだから、配信者の彼女なんだから。彼女は選んでここに来てるわけだから、いいんだよ。彼女の幸せなんだから、それが。戦争とか差別が絶望。まあ、それもそうだね。だけど、戦争とか差別だけじゃなくて、人に優しくできない人がいるとか、例えば、ロンタリのあの暴力とかを見たりとか。俺は、ああいうのは、世界が悲しく見えたから。まあ本人がケロッとしてたからまだ大丈夫だなと思ったけど。彼女は俺の、だから逆に言ったら彼女は寝てる時でも俺の声を一番そばで聞けんだよ。それ以外彼女の幸せがあるわけないと思ってるよ。で、それを幸せに感じられないんだったら俺と別れるべきだよ。彼女は寝てる時でも俺の声が聞こえるんだよ。それが幸せだって感じないんだったら会ってないんだよ。俺は配信者で、俺は配信で飯食っていくわけだから、俺が死んだ時にもしのんたんが生き残ってたら、一番近くにいた人間として、あの人はいつでも放送をやってましたって言った方が幸せじゃん。あの人は本当に配信に命を注いでましたって言わせたいもんね。自分を信じる、自信を持つっていうのはすごく簡単で、それはアファーメーションっていう英語になってるんだけど、自分に、自分、信じるってどういう言葉かっていうと、人に言うって書くんだよ。だからなんでさっき和道っていうのはわざわざ150個の夢をブログに書いたのって。自信を持つためなんだよ。自信が、人に言うから自信が持てるの。人に言えないから自信がないの。単純なの、逆算してんの、俺は。自信を持つために人に言ってんの。それがコミットメントなんだよ。人に言えないってことは自分を信じてないんだよ。信じるっていうのは人に言えるってことだから。そうそうそう、うるさいなら出てけばいいし、好きなら一緒にいればいいの。俺はシンプルだから、すごく。彼女がうるさいって言ったら出てけばいいんだよ。だから出てけって言ったじゃん、この前。ごめん、帰ってくれるって。そう、俺は彼女のこと信じてるから。じゃなかったら毎日毎日来ないでしょ。毎日毎日行動でわかるんだから。アファーメーションっていうよりも、日本語をもっと学んだ方がいいよ。漢字ってすごくて、中国人が漢字作ったのはすごくて、なんで日本人がそれを採用したかっていう、全部言葉って意味があるんだよ。
適度な体罰は必要だが、ロンタリの親父の虐待見たら度が過ぎてるよ。適度な体罰が必要だとは俺は思ってないね。うん、適度な体罰も必要じゃないと思ってる俺は。あの、話せばわかるんだよ、人間ってバカじゃないんだから。要はね、あの、俺はこういうの、うん、だからロンタリもそうなんだけどね、親父がかっこ悪いから働かないんだよ。うん、親父がかっこいいと思ったら勝手に働くよ。俺も親父みてえになりてえって、うん、で、親父はそういう力を持ってないの。ロンタリの親父はかっこ悪いんだよ、うん、でしょ。だから真似したくないんだよ、本能で感じてんの、ロンタリは。で、親父からしたら尊敬されたいのに言うこと聞いてくんねえからぶん殴るんだよ。だから親父はダセえっつってんの。年上の人間としてダサいんだよ、うん、俺は早く親父みたいになりたいって思わせることが一つもできてないの。ロンタリが尊敬してる人がいるっつんじゃん。で、その尊敬してる人が一言、お前頑張れよって、俺みたいになれよ、働けよって言ったら働くよ、多分。だからロンタリの周りにかっこいいやつがいないんだよ、単純に。だろ？何を言うかじゃなくて誰が言うかだから。うん。だから誰が言うかっていう、その親父がかっこ悪い生き方してるんでしょ。うん。体罰があるから戦争で近づくでしようとするんじゃないの？わかんないけど。俺は暴力は基本的に反対だね。暴力っていうのは、その大切な人を守るとか、弱い人を守るとか、それだけのためだけだったら使っていいと思ってる。うん。自分よりも、自分が守りたいと思った力を持たない人のために使うものだと思ってるね。それ以外は全部暴力。で、俺は暴力反対。うん、それはかっこいいと思うね、俺は。自分が培ってきた力とか経験とか知恵とかを弱い人に分け与える、そう、守る、自分の大切な弱きものを守るっていうのはすごくかっこいいと思うから。働いたら負けだとは俺は思ってないかな。働くことはいいことだと思ってる。暴力で支配しようっていうか、結局ね、子供なんだよ、暴力振るうやつって。うん、言うこと聞かないからわがままで、だだっこでしょ？腕力のある子供だから、ただの。うん。そう。自己実現ができないやつほど暴力振るうんだよ。うん。うん。だからこそ夢を叶える力を手に入れないといけないのよ。ロンタリのこと食わせる収入がないんでしょ？だから働かせようとするんでしょ。それはロンタリは本能で分かってんだよ。かっこ悪いと思ってんだよ。だけどロンタリも別にいいとかっこいいとは思ってないよ、俺は。ロンタリの生き方が別にかっこいいっていう話じゃないのよ。ロンタリは反抗してるだけだからでしょ。うん、でも親父の暴力を肯定することはできないよ。あとはロンタリが気づくかよ。ロンタリが夢を見つけて夢を叶える側になるのか、そう、それとも今のままなんだかわかんないで酒飲んでるままになるのか、ロンタリの人生だから。俺はそれを口出すつもりないよ。俺は自分のことにしか興味ないから。ただロンタリが困ってるんだったら助けてあげたいなとは思うけど、うん、そうそう、まあ自分で選べるから。おい、新竜バード2いらっしゃい。配信やってたね、ロムってんだよ。そう、だから俺は手差し伸べるしかできないから、困ったら言ってなって。まあでも今のところ大丈夫そうだけど、ずぶとそうだから。ぶん殴られて酒飲んでんだから。でお袋に酒持ってこいっつってんだから、なかなかのクズだよ。ぶん殴られた後に母親に酒持ってきてって言ってるわけじゃん。だから似ちゃうんだよな、環境って大事よ。うん、和道がロンタリ働けよって言ったら、いや別に俺ロンタリが働こうが働かないわ、俺関係になんもん、うん、全然興味ない。ハートプレゼント2つありがとう。バガープレゼント5つありがとう。バガープレゼントありがとう。ありがとうね、ナボコフ。うん、うん、あれは笑うよね。いいんだよそれで、あいつの生き方なんだから。人の生き方にちゃちゃ入れるほどダセいことねえよ。うん、そうまない。
人の生き方にちゃちゃ入れるやつっていうのは自分の人生諦めてるやつだから。そうそう、働けっていう権利なんか俺にはない。働けっていうことができるのは親父とかお袋だけだよ。働いてて養ってるやつだけが言えんの、うん、酒飲んで働いてなくても俺の人生に影響ないもん、うん、でしょ俺があいつのことを養ってるんだったら働けって言うけど、俺別に養ってないもん。権利がないのよ俺に。権利も義務もないの、うん、ロンタリが決めることだから、うん、税金はいらない？税金はいらないって何？ただでも困ってる人がいた時手を差し伸べる人がいっぱいいたのは感動したけどね。いろんな人が凸かけて大丈夫かって言ってたのは日本も捨てたもんじゃないなとは思ったよね、そうそう、職場を紹介したらとかあったら責任があるからちゃんと働けよとか言うね、あれもあるかもしれないけど、そうそう、そういうこと、そういうこと、あいうえおの言う通りなんだよ。だから最初に丁寧に言ったじゃん、おせっかいでごめんねって、あの絡みもないのにいきなりトツかけてごめんねって放送中にって、おせっかいかもしんないけど大丈夫かって、それが礼儀でしょ。俺は礼儀のないやつ嫌いだからさ俺はどんな状況でも礼儀を忘れたら終わりだと思ってる、人として礼節は一番大事でしょ。仕事しなくても本人のためにならないけど、別に悪いことしてるわけじゃないから。そう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 、自分が堕落したいだけでしょ。だから堕落したら別に得がないっていう、うん、俺はそう思ってるから、俺はそうしたくないと思ってるけど、うん、稼ぎたいし、なんか自己実現していきたいし、でもロンタリーにそれを強要するのはもっとダサいことだと思ってるから、間違ってるから、言葉であれ暴力であれ、それ親父、ロンタリーの親父とやってること一緒じゃん、要は自分のため、自分の価値観のために人を動かそうとしてるの、ダサいじゃん。てめえで動けよって思わない？俺子供だったら思うよ、そんなにかっこいいんだったら自分でやればいいじゃんって、何それって。人に押し売りしないと自分の生き方を肯定できないのって、ダサくない？俺は群れる気ないから、いや別にそれを俺はかっこいいと思ってないから、むしろ説教したらダサいと思うから、だったらお前が食わせろよって俺だったら言うもん、そう、説教する権利があるのは食わしてるやつだけ、俺はロンタリオこと食わせる気はないから、それは普通でしょ。何も間違ってねえと思うぞ。ある程度人生面倒見切れるやつじゃないと人生については説教したらダメ。そう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 、だって俺ロンタリの生き方にコミットできないもん、ロンタリに何かを発言するっていうのは自分の手に負える範囲でやんないと、でしょ。手に負えないことは俺コミットしないよ、俺は自分のことで頭いっぱいだし、自分自身をコントロールするのだって難しいわけだから、よっぽど好きな人がよっぽど思い入れある人じゃないと、よっぽど可能性ある人とか、じゃないとフォローする気にはなれない、最近急激に睡魔襲ってくんのよな。何なんだろうこれ、意識がファーって途切れんだよね。今なった。なんだろうこれ。薬かな。薬が合ってないのかな。意識がね、たまにブワーって睡魔じゃないんだけど、意識がねファーって抜けるんだよね。筋トレかな。なんだろう。脳の病気なのかな。なんかねブラックアウトしそうにファーって一瞬だけなの、本当に1秒2秒ぐらい。
寝不足とは違うんだよな。寝てるんだよ。そうじゃないの。ほんとね、寝るなんだけど、寝るじゃなくて意識がファーって途切れてこうなるんだよ。一瞬寝るっていうか、脳がね、パーって活動停止しちゃうんだよね。ブラックアウトして。何なんだろう。不思議だよな。あと20分ぐらいで仕事行くわ。あと20分です。脳みそ使いすぎなのかな、わかんないけど。職場から帰ってきたら枠やろう。稼がないと配信で、夢を叶えないと。ああ、全然全然、コメント嬉しいっすよ。プラチナスコップさん、ありがとう。いいんだよ、コメントしてもらうっていうのは配信者として一番嬉しいことだから。うん、ありがとうね。面白かったらフォローして、また見に来て。うん、嬉しいよ。そんな、なんかふわっちいい人多いよね。なんか初見ですとかさ、あのコメントすいませんみたいな人多いよね。あのいつも言うけど、あのコメントは全然してもらって嬉しいし、あのいきなりアイテムとかいらないからね。ほんと気に入った時だけでいいよ。ワドのこと応援したいなっていう時。おお、クミタン何やってんの、最近全然来ないじゃん。クミタンいないと盛り上がんないでしょ。うん、忙しかったの。うん、クミタン全然来なかったかな。引っ越しなんか忙しかったのかな、年始は。コメントとかしない方がいいよ。お前人の話聞いてねえだろ、メロン。お前人の話聞いてねえだろ、バカなの。いや昨日来たけどさ、昔もっとヘビーで見てくれてたじゃん。お前人の話聞けよ、メロン。バカすぎるだろ。もうコメントしたら嬉しいよっつってんじゃん。時間が合わないんだ。生活リズムが違うのかな。あ、ありがとう、そう言ってくれて。つかすちゃん、ありがとう。おー、ロンタリー、どうも。お前の話してたんだよ今。元気？大丈夫？今お前の話してたの。ごめんね、昨日はいきなり絡んじゃって。頑張れよ。大丈夫？頑張れよ。睡魔がやべえな。うん、応援してっから。そっか、落ち着いたら来てね。うん、新しいフォロワーさん紹介します。10人目の、今日10人目のフォロワーさんですね。プラチナスコップさん、フォローありがとう。あ、あと報告ね。皆さんありがとうございます。フォロワーさんの数が110名、1100名超えました。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとう。とりあえずあれだな、今年はふわっちで5000人ぐらいフォロワーさんいったら大成功かな。ありがとうございます。腹減ったな。俺も朝マック食おうかな。仕事行く準備しないと。帰り外配信しようかな。あーちゃんおはよう。帰り外配信する？職場から帰るとき外配信とかする？久々。
最近外配信やってないから。また100均でカメラ買ってきた。あのセリアっていうところ、あの広角レンズ売ってんだよね、100円で。少し早めに出て、朝マックね、なんだよこれ、壊れてんじゃん、不良品じゃねえかよ。100均よ、しょうもねえな。和道さんマック食べられてます？そう、マック食べてた、うん、最近マック食ってないけどね。あーやべえ、金引き出すの忘れてた。そう、今月あれだよ、ふわっちで稼いだ分、あの収入申告忘れちゃってさ、月末にやって10日払いなんだけど、参ったな、忘れてた、通帳作ろうと思ってたのにやっちゃったな。100均よくあるよね、不良品ね。仕事行く準備すっか。ちょっと仕事行く準備します。ちょっとボリューム上げるよ。あ、聞こえる？声。ノイズうるさい？どう？ボリュームでかすぎる？どう？聞こえますか？ノイズどう？ノイズ聞こえたら、ノイズ聞こえるかどうか教えて。多分マイク離したから声遠いと思うんだけど。声でかい？もうちょい下げる。音でかい？音 OK？ あ、いい。ノイズうるさくない？ああ、じゃあ俺の方だとノイズ結構入るんだけど、オーディオインターフェースがいいんだな。ああ、よかったわ。でもピンマイクよりなんか音質悪いでしょ。ここにあった方が音はいいでしょ。大丈夫。あのバッグが小さいからさ、畳まないと入らないんだよね、仕事始めね、頑張んないとね。
本体いるよ。似合うか、そうか、あんまり昔の方がスーツ似合ってた気がする。着慣れてないよね最近は。
あ、ありがとうございます。なんとか堂さん、ありがとうございます。うん、ぜひぜひまた来てください。夕方は多分配信やると思うんで、仕事終わりに。悪い人に見える？イタチって読む？あー、イタチどう？ヘッドホンしていくときもあるよ。今日はしていかないかな。ヘッドホンあると楽なんだけどね。仕事しやすいんだけどね。環境音がすごい、頭痛くなるから。A 型作業所っていう障害者の施設ですね。障害者の施設で働いてます。ジャケット新しく買ったやつ着ればよかったな。高円寺で買ったやつ。ツイッターフォローありがとうございます。じゃあ皆さんお疲れ様です。花火たくさんありがとうございました。また放送やるんで夕方、もしよかったら見に来てください。お疲れ様です。おつです。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。